ジャイアントスラローム青年女子 A です。トップバッターは澤部彩選手、去年はこの青年女子 A で3位、かなり周りから期待された選手ですね。そうですね、今年は優勝という目標を持って臨んだ試合だったんですけど、はい、最初でリズムがもう少し取れればもっと元気を滑れたかなと思ってます。なるほど、はい。まあ、今回は社会人1年目での挑戦と意気込んで挑みましたけれども、まあ、後半はね、ようやくスイッチに入った滑りになりましたね。そうですね、はい、もう少し早くスイッチが入ればよかったかなと。なるほど、思ってます。このスイッチ、まあ、目指していたのは優勝だっただけに本人も悔しいです。まあ、涙止まらなかったというね、澤部選手になりました。10位でフィニッシュです。続いての登場は日本大学の横坂直美選手。本人は最初のターンが苦手だという話をしてたんですが、ご覧になっていかがですか？そうですね、まあ、いつもそうなんですけど、スタートからのリズムが早く取れれば、はい、もう少し、いけたかなと思ってます。課題はそこに自分も分かっているんですね。まあ、鬼門をクリアするときになかなかリズムの変化に困ってしまったというね、横坂選手になりましたけれども、その課題を克服して今後またさらに伸びてほしい選手ですね。横坂選手は40位でフィニッシュとなりました。そして胸を何度も叩いて登場は宮崎遥選手。国体は2度目のチャレンジ、今日は練習通り滑りたいんだという話ですが、前半の滑りがかなり勝敗を分けましたね。そうですね、今日は全体的に前半の急斜面をいかに滑るかということがタイムにつながったと。そうですね、思います。まあ、なかなか怪我もあってトレーニングが積めなかったということですが、とにかく体力をつけ直してもう一度来年挑戦しますという話です。52位フィニッシュです。県勢は増原選手が10位でした。その他ご覧の通りの結果となっております。ジャイアントスラローム青年